べく投資額を増やして、回せるお金を増やして、それで長期で持つっていうのが鉄則ですね。で、フィリピンの文化ですね。水を入れ、氷を入れたビールで飲むっていうのは、まあ、サンミグライド、サンミゲルっていうフィリピンのビールなんですけど、これがまた美味しくてですね。まあ、沖縄とかも氷入れて飲むんですかね。やっぱ南国のスタイルだと思うんですけども。まあ、これだったりとか、あと花を贈る文化っていうのはフィリピンありますよね。まあ、女性に花を贈る。だから、バレンタインデーってめちゃめちゃ重要な、日なんですよね。お花を贈ってあげる。まあ、クリスマスももちろんお花、ポインセチアとかあげるんですけども。まあそういうお花を贈る文化っていう、まあスタンパギータっていうね、白い、百合みたいな、花っていうのがフィリピンの国花なんですけども、まああれをあげたりとかですね。あとまあ日本人でも馴染めるかどうか、適応できるかっていうのをフィリピンの文化に、まあこれ移住を考えてる方ですよね。ご相談いただいてるんですけども、キリスト教の文化で、例えばイスラム、マレーシアのようなイスラムの国みたいな、ちょっと特徴的な、文化